こんにちは、 AKB48 チーム B の富山県出身ハルピョンこと橋本アルナです。イエイ。ということで今日も配信をしていきたいと思うんですけれども、ネイルをねこう補強しましたよって配信を昨日したと思うんだけど、その後すぐに撮れたのでまた補強しました。イエイ。こんにちは。会社に行ってる方はあれかな、休憩とかかな、来る時間もしかしたらだと思うんですけど、まあ、違う人もいると思うんだけど、今日は公演があります。おー、痩せてない、太った太ってた。なんか前に 500g ぐらい太りましたみたいに言った時あったじゃないですか。あこから1回痩せたんですよ、1kg。でもまた1キロ太りましたもう意味ない。今はネイルをきれいにする配信。まあもうしょうがない、しょうがないじゃダメなんですけど、もうしょうがないです、人間なんで。増えるし減るし、でも大幅になんか 5キロ太りましたとかは一回もないんで人生で。それはまあアイドルとしてはいいことなのかなって思います。人生では嘘ですね。赤ちゃんの時とかは5キロ太りましたとかはあります。はい、そりゃそう、それが普通本当そうじゃないとやばい。成長期。物心ついてから
今日テストで早帰りだから配信見れる、だって。おめでとう。見た感じ理想はあと5キロぐらいプラス。え、絶対嫌なんだけど、5キロプラスとか無理、死ぬ。プラス5キロしたらなんか死ぬ。生きれなくなる。サヤリンの目が腫れてますってコメントあったからサヤリン見に行ったけど、何してんのこれ。長野行くの？何してんの今。全然わかんない。無音で見てるから。目腫れてる？多分メイクじゃない？赤っぽいメイクだからとかじゃなくて、普通に分かんない。まあいいや。辛いことがあったけど詳細は言えない。むず。どうしてあげたらいいの？どうもしてあげられないですよね。どうもしてあげられない。スーさん、ハートありがとうございます。優しくしてあげてください。だって会わないからさ、公演うち B 毎日ほぼ中1日で、もう公演休み公演休みだから、なんともそうできないや。休みっつったって休みじゃないし、普通にやらなきゃいけないことあるし、多分まあ、でもサヤリンはなんかママとかと仲良しだから、きっと話してると思うから大丈夫だと思います。言える時になったら言ってくれるだろうし。
その人に言いたいっていう人はいると思うし、別にさやりんのペースでいいと思います。こっち側からこっち側から聞くとさ、なんかさ、あれじゃん、言いたくなかったのに聞かれたからってなって、それでね、無理やり言わせてもよくないから。見て、小指いい感じになってきた。こっちの小指もね、なんかストーンが外れてたの、だからガタってしてたから、なんかいい感じの感じにした。光ってる中指、いいね。なんか光ってる方が光沢、高級感あるから、他も光らせるとこう。中指だけにしようと思ったけど、ちょっと他も光らせときます。あ、今日したとこ、他も光らせとこ。ネイルかわいい、ありがとう。配信自体は1時半ぐらいまでだから、まだまだあと1時間弱ぐらいできます。着替えもしてないし準備もしてないし、そう、全然何もできない今。あえて何もつけないのもあり、ありだよね。あえて何もつけない、周りがいっぱいついてるから。
15分経った。イエーイ。昨日の夜お風呂に入りながらあれを見ました。コナン君途中まで見た。一番最近の一番古いやつ時計仕掛けの摩天楼、途中までしか見てないからまだあれだけど、あ、そう、何でしたっけ、あれ、あれを見ました。アウトオブ、さっき3人が内通者だったんだって、てか参加する意思がなかったのにもかかわらず参加してくれた3人ありがとうございましたみたいなプロデューサーさん言ってて、あ、参加する意思あったのに落ちちゃったと思ってちょっと寂しい気持ちにはなっちゃったんだけど、そう、でもまだ見てない人もいると思うから言わないけど、あのメンバー内通者だったんだねみたいな感じ。てか全然そんな素振りなくてすごっと思いました。3人ともそんな素振りなくて、そうだったんだ、内通者って思いました。うん、壮絶なドラマでしたわ。まあ24人残って、残った24人には頑張ってって感じですけど、今ね光沢をめっちゃつけてます。敗者復活戦とかないのかな、だってやばいやばい、意味わかんない。オーディションって知ってる？オーディションって知ってる？めっちゃおもろい。オーディションって知ってる？あなたにはもう実力がないですって言われたから落ちてるんだから、もうダメなんよ。ぜひぜひね、これからも皆さんに見ていただけたらなと思います。いやほら M1 とかってさ
もうさ、そこにいたお客さんの好みにもよるじゃん、正直。うちらもうちらで言ったらプロデューサーさんとか大人の方々の好みにもよる、その決めるさ、オーディションの好みにもよる、オーディションさ、そのされる方の好みにもよるかもしれないんですけど、でも M1 ってさ、M1 ってさ、一般の方々が決めてみたいなあれですよね。でなんかどんどん絞ってって、で最後はまあ松本人志さんとかが決めるみたいな感じでしょ。だその一般の人たちの面白いっていうのとさ、プロの面白いは違うやん、そりゃ。だからあるんだよ、敗者復活が。やっても多分参加しないと思う。いや、わかんない、参加すんのかなその時の自分の気持ちと気分と、はい、状況次第です。まあ、ぜひ TVer さんで、プールさんでもアウトオブやってるので見てください。その子は私聞いてたからそう、なんか誰とは言わないけど、その子が落ちてるってことは聞いてたから。え、でもその子から聞いた時はびっくりしました。そう、まあ、ぜひ見てください。ちょっとネタバレになっちゃうんで、この土日に見るよっていう人とかも多そうだから、さすがに。今日は向こうでメイクするので、していかなくていいから楽ですね。いいよ、ネタバレしよう、コメントで。みんなコメント欄でネタバレしよう、全然いいしちゃえしちゃえ。私はもう見てるから、ネタバレされても何にも問題ないやっぱ輝きが全然違う。これ見て、薬指、全く同じ薬指です。これ全く同じもののシールを貼り付けたんですけど、こっちには、あ、間違えた、こっちにはなんかツヤを出す粉みたいな、そう、これをパフパフってやったんですね。でこっちはやってないんですけど、全然光沢が違くないですか。なんか場所が違うからとかじゃなくて、普通に光沢が全然違う。やっぱこの粉すごい、この粉とかこのパウダーすごい、光沢がめっちゃ出る。ほら、この中指とかやばくない？中指の光沢すごい。ちょっとこっちにもつけよう。こっちは小指だけつけたの、でも他の指にもつけます。光沢出したい。人差し指はもうギラギラだから別に光沢とかいらないんだけどさ、一応ね。
親指のうさぎちゃんにも光沢追加。いいね、最高、ツヤツヤキラキラ最高。大変だね、アイドルって目腫れてても配信しなきゃいけないって大変。まあ、全アイドルがやってるわけじゃないとは思うけど、うん、アイドルって大変ですね。自分の目が腫れてるとかわかんないからさ、普通に配信しちゃってるけどさ、うちだって腫れてる日あるよね、きっとみんなから見て。私わかんない、なんか目の調子がいい悪いはあるけど腫れてるとかわかんない。だから何？だから何ですか？だから何か教えてください。だから何ですか？爪にキラキラをかけてライトを照らしてます。直吉さん、ハートありがとうございます。じゃあそっと閉じてください。画面を、はい、1時半ぐらいまで配信するって言ったんですけど、いや、しようっていう気持ちは、したい気持ちはあるんですけど、テンションが乗らなくなってきました。そういう日もあるよね。そういう日もあるよね。
今固めてる最中なので爪をきれいにしてます。こんにちは、フジヤンさん、音符ありがとうございます。こんにちは、今日公演なのに悲しい気持ち、現在爪固めます。親指のうさぎ見て元気出します。クミックさん、ハートありがとうございます。今日しかもピョンズいないんでしょいないらしい、誰も昨日聞いた限りでは、もしかしたら昨日の配信行ってなくて今日行くよって人もいるかもしれないけど、昨日聞いた限りではいないらしいのでちょっと寂しい。そう、でもポジティブに捉えます。新しく250人ピョンズを増やすことができるかもしれないって考えて、頑張ります。でもなんかこういうこと言うとなんか自分の生誕でもないのにファンのこと気にしてみたいな書かれるのでそう、別にさ、誰の生誕であろうと誰の卒業公演であろうと自分のファンの人がさ、いやもちろんそのメンバーのファンの人が入ってほしいっていう気持ちは強いですよ、一番めちゃめちゃ最大限にあるけど、でも自分のファンの人もいてほしいっていうのは一人のメンバーとしては普通なんじゃないかと思うんですね。はい、そう思うのは間違っているんでしょうか、どうなんでしょうか、誰か教えてください。あ、いた、消えるメッセージモードで私にメッセージ送ってきてる方いました。あの消えるメッセージモードで送ると私見れないので、あの通常メッセージモードで送ってください、インスタのメッセージ。ちょっと返すことはできないんですけど、あの消えるメッセージモードで送られちゃうと見ることすらできないので、はい、ごめんなさい、お願いします。
もしかしたらちょっと知らない間に設定がそうなっちゃってるのかもしれないけど、いやそんなことないと思うんだよね。多分そこに書かれると思うの、なんか消えるメッセージモードで送信中ですみたいな、多分自分の画面に表示されてると思うので、もしも自分そうなってたってなってた方は、インスタのメッセージはちょっと消えるメッセージモードで送られちゃうと私のところには見えないので、はい、お願いします。すいません、申し訳ない。いや私も自分の生誕祭にピョンズばっかりが入ってほしいように、他のメンバーも多分そう思うから、思うと思うから、それは多分、考えてることは一緒だけど、って感じ。よし完成、ギチギチに固めました。これは1個だけ使った、チーム B じゃなくなったらさ、水色のネイルとかまんましなくなるのかな、まあ、水色はするか、水色は結構好きな色だからするかもしんないけど、でもする機会減りそうなので、 B でいる間にいっぱい水色のネイルをしたいと思いますとか言いながら、今日紫ピンク系白系ウケる全然違うのウケる。ファンとしてアウトオブ見てるんですけど、なんか前に美容室行った時にそのアウトオブ美容師さんも見てらっしゃって、アウトオブの話してて、絶対この子受かりそうですよねみたいな言われたメンバーが、普通にあの今回のオーディションでちょっと残念な結果になってて、いやちゃうやんってなってました、私の中で一人で、いやいや受かるって言ってたやんそう、でも私の推しというか、なんていうの、入ってほしいなって思ってた一般の子が落ちちゃってたから、ちょっとそれは悲しい気持ちだった。そう、めっちゃダンスうまいし、めっちゃ綺麗だし、素敵と思ったメンバーが、メンバー一般の子が落ちちゃってて悲しかった。そう、よし、メイク道具、サラダ坂川が5番目にとか言ってたけどさ、いやもうひゆかちゃんあれですからねと思いながら、VR のバーチャル、サーリアルでレミタンとトップ2ですからね、ひゆかちゃんだって5番以内に入ってることあるんです実は。あとうちはひゆかの笑顔がもう世界で一番可愛いと思ってるから、もうその時点で
AKB で一番撮ってるから、 AKB とどころか世界で一番撮ってるから、うちの中では。そう、中指がツヤツヤで最高。多分ね、生で見た方がツヤツヤに感動すると思う。お話しかいないんだ、これが悲しい。次オンラインなの。次みんなに会えるのいつだろう。こうやって爪を見せれるのいつだろう。B 公演で爪見せれる？見てね。アイス食べたい。ね、めっちゃさ、私がさ、応援してたさ、一般参加者の子のさ、ツイッターのツイート、アウトオブありがとうございましたっていうツイートがさ、おすすめに出てきたんですけど、めっちゃダンス好きでしたって送っていいかな。やばい？全然普通に、一般のこの私全然参加、全然参加さしてない。この子と会ってないのにさ。この子と全然会ってないし、私のダンスなんてもうペーペーのポンポンのピーなんですなのにさ。送っていいかな。だって運命じゃない？こう出てきたのが。めっちゃダンス好きだなって思ってた子。送っちゃえ。
すごいなんか一ファンみめっちゃファンみたいなツイートしちゃうんだけどいいかな。めっちゃファンみたいなツイートしちゃった。いいか。いいか。30分から始めたから30分に終わります。あ、そう、昨日も TikTok 上げました。あの普通に全然投稿してなかったからマジ再生数伸びなすぎるんだけど、ぜひレミタンとレイちゃまと撮ってるので、見てください。あと10分何喋ろう。今日は公園です。一人でも多くの方に楽しんでいただけるように頑張ります。はい、ありがとう。あとはなんかマジアシフト無理、なんかもうずっとアシフトどうしよう。でもなんかあんまさ、なんか筋トレとかしすぎたらさ筋肉ついてさもっと太くなるから嫌だし。なんで君はこんなに足が太いの。すいません、独り言嫌になる。楽しんでね、ありがとう。楽しんできます。公演なんか肌が荒れてるので、私からしたらのあれ
そう、なんか多分みんなからしたら全然、私のなんか私結構肌マジで荒れないタイプの人間なんですけど、なんか荒れてるので野菜食べます。力したらこの辺が荒れてる今。野菜食べます。キティちゃんの生写真届いたよ。待って、何？キティちゃんの生写真って何？とのコラボのやつね。急にキティちゃんの生写真届いたよしか来なかったら何の話キティちゃんの生写真の話ってなっちゃう。でも昨日も寝たのが1時半とかなんですよ。多分最近なんていうの、寝る時間が遅い。昨日何してたんだろう。だってさ、あ、まあテレビ見てた、ドラマ見てた。配信終わってお風呂入って、メイク落としてお風呂入ってドラマ見てたわ。あとなんかお仕事一個あったからお仕事して、そうだ、配信終わってお仕事してメイク落としてお風呂入ってドラマ見てたらなんか1時半だった。最悪寝る時間とかも気をつけなきゃ。そろそろ林檎ジュース、うまっ。くしゃみ出る。ありがとう。ありがとう。本日の気温は千代田区劇場って千代田区？劇場の本日の気温27度、最高気温が27度だけど夜少し寒そうですね。7月1日2日の富山の天気、雨最悪、もうやだ、どうしよう。
ベントの日雨です。皆さん気をつけてください。あと4分。何話す？まあ、終わったら終わったなんだけどさ、でも生誕の日めっちゃ晴れたよね。なんか意味わからんぐらい雨予報だったのに、意味わからんぐらいあの日だけ晴れなかったわ。むずい。私は結局はてか雨女とか晴れ女とかいるのかな、うん、まあ、ユキリンさんは100だとしてごめんなさいごめんなさい。でもさすがにユキリンさんはすごすぎます。ちょっとはい、ちょっとその確率で天気悪いだったり雪降ったりとかしてるから、もうもうさすがレジェンド、すごい感動。27日の千代田区の天気、27日、晴れる。どうしてこっから雨に変わるかもしれませんが、予報では晴れです。劇場今日髪型迷ってます。ちょっと6月の髪型見て決めます。6月、これまでの過去何回かの髪型を見て決めます。ナーミンの生誕の日、あ、おでこ出したのか。全部思い出したわ。髪型見なくても思い出しちゃった。どうしよう、迷っときます。あれですよ、劇場短冊があるので、まあ来ないピョンズが多いかと思うんですけど、ぜひ、まあ、っていうかピョンズはあんま見なくてもいいかも、私の短冊。うん、まあ、ピョンズになってる人はもうなんかあんま見ても意味ないかもしれないから、こいつまた変なこと書いてるわって思って、まあ見てくださいって感じなんですけど、ピョンズじゃない人にたくさん見ていただけたらなって思う短冊の仕上がりになっているので、ぜひピョンズの人はなんかまた変なこと書いてるわって思いながら見てください。ピョンズじゃない人は絶対に見てください。よろしくお願いします。ということで29分、あと1分喋る。今日は夜公演終わって配信できるかちょっとわからないので、できたらやります。できなかったらごめんなさい。うん、もう30分になった。ということで、それではランキング読みます。前髪切れるメイクさんいるかな、見てほしいな。いきます。待って、28分から始めてるじゃん。28分に終われたじゃんまあいいや、喋りたいことだったから大丈夫。1位どうせさん、ありがとうございます。2位一乗寺ひかるさん、ありがとうございます。3位ときめきこばぴょんアットぴょんずさん、ありがとうございます。
4位フジヤンさん、ありがとうございます。5位マックミックさん、ありがとうございます。6位直吉さん、ありがとうございます。7位ゴンタロアットピョンドさん、ありがとうございます。8位何さん、沙織さんかな、早織さん、多分沙織さんですよね、ありがとうございます。9位としゆきアットアスミンルーム22日からガチイベさんありがとうございます。11位博士、あ、10位カズさん、ありがとうございます。11位え博士とナノちゃんさん、ありがとうございます。12位えスーパーニモさん、ありがとうございます。13位韓国ナンバーワンホストベベモンデシュさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーナンバーは、2731人なので27位、ヒロポンナナセミイートイベ感謝さんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。多分ここに今10人ぐらいしかいないかもしれないんですけど、あのお昼の時間帯見に来てくださってありがとうございました。またなんかできたら、夜できたら配信するのでぜひ見てください。はい、急ぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、あ、間違えた、嘘です、聞いてないことにしてください。さようならありがとうございました。おやすみなさい。間違えた、公園行ってきます。見てね、オンデマ映んないかもしんないけど見てね、バイバーイ。